はていい天気だのしみ食いだらけの小帳面を部屋いっぱいに取り散らかした中でひわれたハエのクソだらけの床柱にもたれ懐から手の先だけを出しバカ長い顎の先をつまみながらのんびりと空を見上げている。 ボロ畳の上にもったいないような日ざしがいっぱいに差し込み物干しのおしめにかげろが立っている明日はひなの節句で実験棚や人形町の避難地はさぞ大変な人でだろうが本郷由美町のここら目倉長屋では節句だとで一向に変わりもない路地裏の浪人者は縁へ出て肩出す木で傘の下張りに精を出し隣の隠居は羽抜けうたい井戸端では すり鉢のしじみっかいをゆする音がザクザク「どうやら今日の昼食もしじみ汁になりそうだのういくらしじみが春の季題でもこう立て続けでは防ぎがつかねえ」「ひとつまたおじのところへ出かけて小遣いにありついてくべえか」「中洲の四季庵にご無沙汰してからもう久しくなる」とぼやきながら キセルでタバコ盆を引き寄せ、五紋目玉の粉ばかりになったのを眼首ですくい上げて、悠長に煙を吹き始める。北番所の礼繰り方で、奉行の下にいて、経律や判例を調べる役だが、ろくろく出勤もせず、番書から持ち出した霊長や鳥物控えなどを読み散らしたり、うっそりと顎をなでたりして日を暮らしている。時々、金助町の叔父の手へ出かけて行って、 なんだかんだとおだてあげて小遣いをせしめると、襟あかのついた羽舞台の巣合わせで、柳橋の梅川や中洲の四季庵なんていう豪勢な料理茶屋へ、懐で押したままおくめもなくのっそりと入ってゆき、かくやの漬物で茶漬けを食い、小判一両投げ出してすたすた帰ってくる。この辺はなかなかふるっている。すくうほどの煙草もなくなったと見え、 畳の上へキセルを投げ出してつまらなそうな顔をしているところへ「おいてですか?」と声をかけながらはしご段から首を出したのが例の神田の御用を聞きひょろりの松五郎相変わらずつまんなそうな顔してますねくすぶってばかりいねえでちっとお出かけなさいませ体の毒ですぜあ十郎は気のなさそうな声で好き好んで筆足してるわけじゃないが 先立つものは金でなやむを得ず苔を生やしているえそんなら金助町へお出かけになりゃいいのに採算でなそのでも期間。どうだひょろまつ近頃おじに売りつけるような変わったことはないかひょろまつは考えていたがすぐ膝を打ってありましたありましたでもね惜しいことにもうすっ ししっっかり肩がついてしまったんで。ちょっと変わった出来事だったんですが。それはけしからん。俺に断りもなく、なぜ型をつけたへへへ、<laughs> これどうも。花はちょいと入り組んだ事件だったんですが。何しろ、下手人が出て腹を切って死に、一切合切結末がついてしまいました。これじゃいかなあなたでもどうしようもない。ちょっと言葉を切って。 あなたもお聞きになったことがあるでしょ。う。ほら、馬の尻尾。あごじ郎ろうはうなずいて。ああ、誰かしらむやみに馬の尻尾を切って歩くという話か。へえ、そうなんで。霧も切った57匹。出始めが、上野広小路の小笠原左京の馬屋で、初雪という五条馬の尻尾を根元からぶっつり。 一日おいてその翌日には山下門内の鍋島様の馬屋ここでは白馬だけ選んで4匹不代大名の馬屋でやられたかったところは一つもないと言ってもいいくらい何しろ馬の尻尾っ,ってやつは浄瑠で水をまいて目を出させるというわけにはいかない江戸中のお屋敷じゃ大迷惑尻尾のない馬なんぞ引き出すわけにはいかないから この月花、日比谷ヶ原で催すことになっていた馬揃え長連のご上覧もそれでお取りやめになったというわけで顎中郎は吹き出していやどうもおかしな盗っ人もあればあるものだそれは一体どんなやつの仕業だったんだへええ西の丸のお召馬預かりはいか。 馬乗り役で五十票三人ぶち、渡辺利右衛門というやつがやった頃だったんで。おし馬預かり役というのは、どんなことをする役目だええ、若年寄り支配で、五条内のお馬や一切のことを司る役なんでございます。おし馬の飼い方、整え方、御用馬や諸行に下さる馬、 お馬お囲い場の野馬の追い込み、その他、バグ一切の修繕をする。この、渡辺右衛門というのは、二年前まで三里塚のお馬囲い場の野馬役で、不思議と馬を見ることが上手なので、お囲い場から襟抜かれて西の丸へ呼び上げられた。なんでも、数差で名のある和学者の末だそうで。和学と馬の失敗。 これは妙な取り合わせだな。それで、どういう手繰りでそいつの仕業だということが分かったどうしてもこうしてもありゃしません。おいおい、戦技が厳しくなるともう逃れられぬところと思ったんでしょう。自勢の和歌を一種残して腹を切ってしまったんです。ほほう、自勢とはふるっている。どんな自生だえー、っと、草枕。 旅根の衣川勝家夢にも告げむ思い起こせよ」と言うんで顎十郎はまた笑って「<laughs> お前に読まれると馬のない詩が泣き出す」その歌は「食詩歌」に載っている「梨粒のご花膳」といって赤染右衛門泉式部紫式部伊勢の大助なんかと五人のうちに数えられる 馬のないしという女の読んだ歌だが少しばかり文句が違う馬のないしの歌は「旅寝の衣川ずばというんだ下本の御用聞きに読ませると全くめちゃおする「川勝や」たなんだヒョロ松は口を尖らせて「下本と言われたって腹も立ちませんが確かにそう書いてあったんで論より証拠ここに写しを持っています 海中から鳥物帳を出して歌を写し取ったところを指しながら、どうですちゃんと旅手の衣を皮か,かつやと書いてあるでしょ。アゴジュウロウは鳥物帳を手に取って眺め、なるほど、写し違いじゃないんだろうな。いくら下本でも手におはぐらいは心得てますよ。アゴジュウロウは口の中で幾度も歌の文句を繰り返してから、 かわかずというなら図で決して図じゃない。我が者の末とあろう者がこんなつまらぬ間違いをするはずはない。第一、やじゃ歌になりはしない。腑に落ちぬ顔つきで考え込んでいたが、なあ、ひま松、この字違いも変だが、それよりもこの歌そのものがすこぶる妙だ。草枕、 旅寝のころも川勝や夢にも告げむ思い起こせよ」てんでえ「自生」なんて歌じゃない夢にも告げむとなると一年疑ったというようなところがあるし思い起こせよときては何かを察してくれと言わんばかりだいつにもなく腕を組んで「ひょろ松これは」 何かいわくがあるぞ。おやそうでしょうか。それで馬の尻尾の方はどうなった馬の尻尾と申しますと渡辺敏右衛門という男が何のために馬の尻尾なぞ切って歩いたのかその理由もはっきり分かったのかひょろ松は首を振ってその方はとうとう分からずじまい。 何しろ、一人で飲み込んで腹を切ってしまったんですから、どうにも手がつけられない。顎十郎はきょろりとま松の顔を見て。お前、今この事件は落着したと言ったな。へえ、そう申しました。大違いの三助だ。落着したどころか、始まったばかりのところだ。にやりと笑って。それで、藤波はこの事件から手を引いたのか ですからあなた引くにも何もそいつはいい以外だこりゃ一杯飲めるなえこれでおじきからまた小遣いにありつけるおや今日は桃の節句花世の白酒を飲みがてら一つおじきをあおりに行こう馬の尻尾で白馬にありつくかひょろ松はさんで、 郎さん、本当にものになりますかなるなるなるどころの段じゃないひょっとすると近来の大物だありがた山のホトトギスじゃあお供しますごあご中郎がひょろ松と2人でいとこの花代の部屋へ入っていくと花代はきれいに飾りつけたひな壇の前で呉服屋の番頭が持ってきた 連の帯地を選んでいたが2人を見ると美しい目元をほほ笑ませて「おやお揃いで今時期お相手してあげますからちっと待ってらっしゃいもうじきお琴さんも見えましょうからそしたらみんなで一杯飲みましょう」。ひな壇の兵士を指さしあっちの方にはそのつもりでそーっと辛いのを仕込んでおきましたのさ。お <laughs> いつもながらよく気が付くの花代さん。 おめえのさんがうらや,ましいおやおやあまり孫つかせないでくださいまし番頭さんがおかしがってるじゃありませんか。と言って巻物の方へ向き直り「ねえ長崎屋さんうね折りもいいがそちらの平折りもおとなしくっていいねちょいと拝見な」。番頭はしきりにも見てをして「どちらかと申せばこの平折りの方がずっとコートでござります。 あもっともお値段の方もこちらの方が少々お高くなっておりますがはい五郎は文政の頃にしながら白菜されビロードさやちりめんラキン金織などとともに一時流行しかけた店舗13年の水戸忠国の改革で抑えられ自然と白菜も止まったが昨年の秋頃長崎屋という呉服屋が京橋に店を開き 品から仕入れた五郎を一手に売り出したので金に糸目をつけぬ大床の娘や芸者が競って買い求め年間は小ん結びに若向きは島原結びというのがこの頃の流行りしかし何しろ一巻五十両からちょっとましになると三百両四百両というのだから庶民階級にはとても手が届かないしゃっきりとしてシワにならずその上何とも言えぬ味があるので 五ででなななければ帯でないような有様仕入れる片っ端から羽が生えたように売れるから長崎屋の利益は莫大初めは三軒間口のせいぜい担ぎ五服程度だったのが両隣の二軒買い潰して瞬く間に十二軒間口の大棚になってしまったヒョロマツは畳の上にいくつも敷き広げられた五郎の帯地を眺めながら なんだかすばすばしてそっけのねえもんだが流行というのは妙なもんだ。番頭さん、これは前提なんでおるのだねへえこれは信濃の火星の名産でございまして縦糸には羊のすき毛を使い横糸にはラクダの毛を使っておりますんでございましてシャッキリさせるためには女の髪の毛をすき込むとか聞いております。 いずれ江伝のようなものがあるのでございましょう泉州堺の売り場で一度真似て作りかけたことがございましたがやはりものにならなんだそうでございます顎十郎も広松の脇から手を出して帯地を引っ張り回していたがどうしたのかちと妙な顔つきになっておばんと、それでこれは皆信濃から直接来たものなのかへえさよでございます。 今申した通り日本ではまだ真似られませんのでございますから舶来だけが値打ちなんでございます。ちょっと身には嫌味だと思ったがこうして手に取ってみるとやはり珍重されるだけのものはあるしゃっきりしていい味わいだのう。俺も一つ用いてみてえからあっちにまだ変わった柄があるならちょいと見せてくれめえか 裾の擦り切れた一丁羅の汚れ合わせが何を考えたのか途方もないことを言い出す番頭ンンが気軽に「ヘイヘイ」と立ってゆくと発見に取られたような顔をしている花世とひょろつに「番頭を吐かしたのは他でもない実はちと妙なことがあるんだ」今まで自分がいじっていた帯地の端の方を示しながら「まともに見てはわからないがこんなふうに少し斜めにして照らしてみるとここに」 小さな都鳥が一羽見えるだろう。それどうだ花代は帯地の端を持って照らし照らし透かしていたが驚いたような顔で「本にこれは都鳥」「ちょっと見には京すくいの織り傷のようにも見えるがよく見ると決してそうじゃない敬意をあやにして念を入れて織り出したものだそうですよ 妙なことももあるもんだ。信濃に都鳥がいるなんてことは聞いたこともない水鳥はいようがこんな光輪風の図柄などを知っているはずがないヒョロマツはうなずいて「本にそうです」どうもこりゃ日本人がおったものとしか思われねえのひょっとすると長崎屋の頃には何かいわくがあるぜ。 番頭が帰ってこない間に3人で出分けしてみんな改めてみようじゃないか花代はきっぱりした顔つきになって「ようござんすやってみましょう」「さすがに銀味方の娘だけあってこんなことは飲み込みが早い」束にしてズルズルと縁先や帯地を引きずってゆき帯の両側を手早く手繰り返しながら改めていたが「どうもこっちには見えませんよ」「ヒょロマツの方にも見当たらないので」 こちらにもございませんね。するとあれ一本きりだったのかはていよいよ持って聞いたのう何のつもりで骨を折ってあんなものを折り出したんだろうそこへ番頭が帯地の巻物を抱えて帰ってきた3人は三方から引っ張り合ってさりげなく改めてみたが今度の分にもやっぱり都鳥の折り出しは見つからない 花代はまたいずれと言って長崎屋の番頭を返すと気味悪そうに眉をひそめ「どんなわけがあるんでしょう私はなんだか小わらしくなってきましたよ」と言ってるところへ間使いに案内されてお琴が入ってきた春木町の豊田屋という大きな袋物屋の娘で花世の踊りの勾配京人形のような顔をしたあどけない娘で顎十郎とは ごごくごくの言葉がたきであるすぐ顎十郎のそばへ行って「おや顎十郎さんこんにちはこないだはよくもお嫌いなすったね人がせっかく火桜の枝を持って行ってあげたのに木で鼻をくくったような挨拶をしてさ今日は敵を取ってあげるから覚えておいでなさいましよ」。花代は兵士と杯を雛壇から取り下ろしてきておことの前に置き さあ、しっかり押しな私が後を押しますよあご十郎は腕を組んで何か考え込んだまま返事もしないお琴は兵士と杯を持って立ち上がると五郎の帯をさやさやと鳴らしてあご十郎の方に行きながら「白鮭で酔うようなお人なら頼もしいけれど花弱は気がついておやお琴さんいい帯ができましたね長崎屋ですか?」。 はいそうですよ危うのいいのがありましたから帯に取りました」と言って顎十郎に杯を差し付け「さあお上がり敵討ちですよ」顎十郎は顎を撫でながらほほと笑って「おことさん俺を酔わすと口説くかもしれねえぜ」はいくどくなりどうなとしてくださいましここでなら怖いことなんじゃありませんよ本当に口説いてもいいかのさあどうぞ。 じゃあその帯を解いい。てくださいあどけなくすらりと立って帯を解き「はい解きましたよあなたにはちきが口説けますものか」。顎十郎はお琴の帯をたぐり寄せてその端を照らして眺めていたが突然「お、はいひょろ松花屋さんここにも都鳥が」と言った。に 次の日の朝いつものように部屋狩りの2階で寝転がっていると階下の塀の外でおいおいと憲兵に呼ぶものがある顎十郎が窓から首を出してみると叔父の庄兵衛が尺灯色のハゲ頭から湯気を立てながら往来に突っ立っている赤ら顔の三白眼でお不動様と鬼瓦をこき混ぜたような苦虫面神々言うためにこの世に生まれてきたような老人だがこれで内実はひどく人がいい お天気で単純でおだてに乗りやすく、顎十郎連れにいつもうまうましてやられて、そのたびに少なからぬ小遣いをせしめられる。おじをおじとも思わぬ横着千万なおいが、いまいましくて勘に触ってならぬのだが、そのくせ、なんだかむちゃくちゃにかわいい。どこかとぼけた悠々迫らぬところがあって、なかなか見どころのあるようだと思っているんだが、例の合情我慢で、そんな心はけぶりにも見せる。 顔さえ見れば目の敵にして口やかましくがなりつける。ところで、顎十重労の方はちゃんとそれを見抜いている。面は渋いが心は甘い。持ち上げでさえ置けばこちらの言いなりとおてんから舐めてかかっている。窓がまちに頬杖をついて、夕顔なりの長大な顎を手のひらで支え、人を小馬鹿にしたようなニヤニヤ笑いをしながら。よう、これはようこそご入来。 兵はたちまち目を三角にして「ようこそご入来とは艦し至極これ貴様この俺は何だと心得ておる痩せても枯れても北番所の与力筆頭ですかいつも決まり文句ですなまあそうご立腹なさるなあんまり怒ると腹なりが悪くなりますぜしかしなんですなこうして真上からあなたのおつむを拝見すると」。 ななかなか,かですよ心中の豆苗皿に豆酢みが一本乗っかってるようですぜ、ね。<laughs> 言いたい放題なことをペラペラまくし立てると急にケロリとして「時ににわわざわざお運びになったご用件は何ですとても俺の手に負えぬ事件が起きたからどうか知恵を貸してくれ」と言われるんでしたら切っても切れねえおじおいの間からいつでもお手助けいたしますよ。 翔兵衛は膝をかきむしって立腹し「この大バカ者言わしておけばの法図もないこうこの俺が貴様などの知恵を借りるようで天下の吟味方が務まると思うか不らち者め」。顎十郎はのんびりと上から見下ろしながら「ほほ <laughs> では何か他に今朝ほど鎌倉菓子へ風変わりな死体が浮き上がったというから。 南組が出役せぬうちに高額のために見せてやろうと思ってそれでこうしてわざわざ迎えに来てやったのだわありがたく心得ろこれいつまでもそんなところに頬杖をついていずとさっさと降りてこぬかこのお田わけ内実はそうじゃない最後までとうとう弱みを見せなかったがこの間の陰狼の件では顎十郎がきわどいところで自分の急遽を救い 何もかも自分の手柄にしてこの叔父に花を持たせてくれたのだと悟った不得要領な顔をしてにやにや笑ってばかりいるがあれだけの綾をいち早く洞察しあんな沈着な処置を取れる鋭い頭の持ち主は見渡すところ自分の組下にはいないこれが血につながる自分の老いだと思うとぞくぞくうれしさがこみ上げてくるうまくつり出して今度の推進人をものにさせ 弁組と北奉行所の名を挙げよう魂胆なのである2人が鎌倉菓子に着くと南組のお先手はまだ来ていない死体はまだ水の中につけたままにしてあって2人が菓子縁に寄っていくと避妊がぐいと三郷で岸へ引き寄せる年頃は223ひどく重やつれのした中高な顔で額にも,にも頬にもしわがより胸は病気のせいか痩せて薄くなり腹は どの水死人にもあるように肥満してはいない木覧敷の衣を着ているが赤い毛出しなどをしていないところを見ると転びびくにではなく尼寺にいたものらしく思われる岸にかかとのまくれ上がった玉子ねじの鼻をのすがったびくに草履がきちんと脱いである顎十郎はうっそりと懐で押して突っ立ったまま草履を眺めていたが それを手に取って素早く表裏へ目を走らせると無造作に地べたに投げ出すようやく南組の同心がやって来てあっさりと検視を済ませ手控えを取ると翔兵衛に目礼して引き取っていった入り違いにひょろ松がやって来た翔兵衛はせっかちに問いかけて「どうだった身元が分かったか?」。は汗を拭きななががら、ええ、それが妙なんで 下っ引きを送電にして江戸中の尼寺はもちろん、お旅しょべ店や表櫓のビクニ宿を漏れなく調べましたが、家出した者も,も駆け落ちした者も,もおりません。否認寄せ場の歓迎ビクニの方も残らずさらいましたが、この方にもいなくなったなんていうのは一人もねえんです。ご承知のようにビクニの人別ははっきりしていて、府内には何百何十人とちゃんと人数が分かってるもんなんですが、 それに一てこのビくニはどっから来てどういう筋合いで身を投げたものか。顎十郎は二人の後ろに立って話を聞いていたが出し抜けに口を挟み「なるほどビクニの人別にないわけだ。おじうえこれはお化けですぜ、ね」。見てみると草履の裏に泥がついていないがお化けならそれくらいのことはやらかしましょう。 こういうのがメイドの好みなのかもしれねえいやはやおっかねえねえ。と例によってわけのわからぬことを言う。翔兵衛はそしらぬ顔をして顎十郎がつぶやくのを聞いていたが急に何か思い当たったように後ろに引き添っているひょろ松の耳に口を当ててささやく。ひょろ松はかとんぼのようにひょろ長い長身をかがめて一礼するときびすを返して一つ橋の方へ一山に駆け出していった。 十郎はへへら笑いをし「おじうえどうしようてえのです」「いくら追いかけたって相手がお化けじゃ追いつけるはずがねえ無駄だからおよしなさい」「びくにのど左衛門なんざおかげがねえでさほったらかしておくにかぎります」「翔兵衛はいたけだかになってええうるさい貴様などに何がわかる貴様はようもよ気がつかなかったろうがあれは」 死体にわざわざ衣を着せて堀の中に投げ込んだものだわその証拠に少しも水を飲んでおらん顎十郎は横手を打って「よう偉いさすが吟味方筆頭そこまでわかれば大したもんだと言いたいがそのくらいのことは子供でもわかる」「庄兵衛は道路の真ん中で地段段を踏みこれ口が過ぎる」 この俺に対して子供とは何の言い草だ無礼だぞ。顎十郎は苦笑いしながら「そんなところで足踏みしてないで、うん、まあお歩きなさい。人が見て笑ってます。庄平郎はげ頭から弓を立てて生きり立ち」「貴様のようなやつとは並んで歩かん。俺は一人で行く」<laughs> 邪魔「へへへじゃま前後になって歩きましょう。それだって話はできる。 時に落ち上、それはそうとして、じゃあ、死体はどうして運んできたのでしょうなあ。正兵衛はずんずん先に立って歩きながら、わかりきったことを、つづらにでも入れて一つ橋を渡ってきたんだ。顎十郎は懐で押しながらぶらぶら後ろからついていく。でも世の中には船ってものもありやす。船なら、 何しにわざわざ鎌倉貸しへなの持ってくるかたわけが沖へ持って行って捨てるわいそこがねお化けの珍妙なところでさあの草履の裏には泥こそついていないがその代わり魚の鱗がついてましたぜ釣り船へ乗せて大川からここまで上がってきたに違いありませんそこに沖がつかれぬとは銀味方筆頭もおかげがねえ 何吟味方筆頭がどうしたと何かごやごや申したなもう一度はっきり言ってみろそのままに捨ておかんぞ。まあまあうるさい。まあそうご立腹なさらずに夜間が煮こぼれます。ほっとけ俺のやかんだ貴様のようなやつと一緒にはあるかん俺は一人で帰る。 真っ赤に行きり立ってどんどんと神保町の方へ歩いて行ってしまった。千鳥が淵。あご十郎は駆け戻ってきたひょろまつの顔を見て、おい、おじはとうとう怒って行ってしまった。実はここにいられても都合が悪いでな、わざと怒らせて追っ払った。でもあまり怒らせてしまうとせっかくの小遣いの口が不意になりますぜ。 それもあるがどうせまたおじの手柄にするのだからあまり俺が見透かしたようじゃ具合が悪いまったくあなたのような方は珍しいじゃあ何ですか今のビッグニの件はもう見込みがついたんでついたついた大月だはてね少々入り組んでるから歩きながらじゃ話もできまいへい心得てます ここんなとともあろうかと思って。ポンと懐中を叩いて「軍資金はこの通り」。顎十郎はにやりと笑って「話が早くて何よりだ」。神田川へ押し上がってうなぎ酒とうなぎわさびをあつらえ「じゃあ伺いましょうか」。顎十郎はいつものとほんとした顔つきになって「馬の尻尾に五郎びに寄り出した都鳥それに三國のみなげで」。 三大話にならねえか冗談がらかっちゃいけません。からかうどころか大真面目だ。へえ<ー>。お前、昨日聞いてただろう。ゴロというのは、縦糸に羊のすき毛を使い、横糸にラクダの毛を使う。シナのカセじゃあるめし、江戸には羊もいなけれゃラクダなんていうものもない。でも。 あれシナから仕入れたんだと。品から仕入れた織物に光輪風の都鳥などついているものかへえシナから仕入れたと言ってその実日本のどこかで織りシナ渡りだと言って高く売りつける現に以前泉州堺の織り場で一度真似て作りかけたと口を滑らせたじゃねえかへえそうでした 日本でおるとなると今言ったように羊の毛もなけりゃラクダの毛もないするとどういうことになるという,うそれそこで馬の尻尾ヒョルマツは膝を打っていやこれはそれから女の髪の毛そこで毛のないビクに冗談どころじゃないなるほど こりゃ三大話見事にでかしました。でかしたのは俺の手柄じゃない。鼻からちゃんと筋が通っていたんだ。ひょろ松は勘に耐えた面持ちで「あこ十郎さんおだてるわけじゃありませんよ。決しておだててるわけじゃありませんがあなたはすごい。いやそれほどでもない。まだあとがあるんだ。ここまではほんの序の口。 そりゃそうと、お前はあの宮古鳥を何と見たですから、日本で追っているという証拠。それは今さら言うまでもない。日本も日本、あの五郎を追っているのは江戸のうちなんだぜ。へえ<ー>。宮古鳥に縁のあるところといえばどこだ宮古鳥といえば隅田川に決まったもんで。宮古鳥はどういう類の鳥だ 一口に千鳥の類隅田川の近くで千鳥に縁のある地名といえばひょろ松は考えていたがすぐ「千鳥ヶ淵」顎十郎は手を打って「いやごめんと俺の考えるところじゃ隅田り千鳥ヶ淵の近くで女どもが押し込められ髪の毛と馬の尻尾でひどい目に遭いながらゴロを折らされている。 その中で知恵のある女が何とかして救い出してもらいたいと自分たちが押し込められているところを教えるためにあんなものを帯の端に下り出したなるほどそんなことでもありましょうかこりゃいかにも大ごとだでも箱十郎さんあなたあの都鳥を見ただけでどうしてそれだけのことを見抜きました 童は苦笑いしてそれは今分かったんだえ今昨日花湯のところで都鳥を見た時は千鳥が淵までとは察知られなかったところでな今はビクニの死骸を見たんで何もかもいっぺんに綾が解けたそりゃまたどうしてあれは身投げでも何でもなくて死骸をあそこまで運んできて身投げに見せかけたということは 水を飲んでいないことでもまた草履の裏に土がついていないことでもよくわかる土どころじゃねえよく調べてみると魚のうろこがついているこりゃあ大川の方から船に積んで鎌倉菓子まで持ってきたんだということがわかる隅田川で都鳥でそこで千鳥が淵よ でも千鳥が淵て、女たちがゴロを折らされているだろうというのはお前ビクニの手を見たか手がどうかなってましたか手に長田子ができているビクニの手なら種目ずれか術連れ長田子というのはおかしがろうどうだわかったかわかりましたつまりかどわかされた上 自分の髪で五郎を折らされるまずその辺のところだ娘のなりで青坊主では足がつくから天に見せかけようというのであんな木乱きの衣を着せて投げ込んだよほど慌ててたと見えて衣が左前いやこれは驚きました大川端の千鳥ヶ淵へ行ってあの辺を探せばきっと 女どもが五郎を折らされている家が見つかる。言うまでもなくこりゃ長崎屋の仕業なんだが。ひょろ松は腰を浮かして。そんなら千鳥ヶ淵なんかを調べるより長崎屋を引き上げる方が早道です。顎十郎はへへと笑って。長崎はもういない。えさっき通りがかりにちらっと見たがすっかり王道を下ろしていた。 素性を洗えば相当な大物だったんだろうが惜しいことしたなひょろ松はがっかりして「もう逃げましたか」<laughs> 何を言ってるつまらねえ御用聞きだ素人の俺に逃げましたかと聞くやつはねちょうどそこへ出てきたあつらえ者を押し合ってひょろ松はそそくさと立ち上がり「<laughs> じゃあこれからすぐ行って千鳥ヶ淵の辺りを」 あは手で押さえてまあ慌てるな。もう一つ話があるへえ<い>例の馬のないしの自生だがあれには俺も考えたいやどうもだいぶ頭をひねったよヒょロマツあの自勢にはやはり訳があったんだほうそりゃどういう馬の尻尾を切ったぐらいで腹を切るには及ばねえ 裏には何か深い思才があるのだとにらんだその思才までは俺には分からねえがあの地勢で何を悟らせたがったかすぐ分かった夢にも告げむ思い起こせよ歌の心はこうだ何か大事なものを隠した衣類がどこかに置いてあるそれを探し出してくれという謎だなるほど渡辺の家は神田の小川町 衣類のある場所は川勝たぶん質屋七か古着屋ででもあるのだろう川勝屋は川勝屋とでも書くのだろうか広松はとんきょうな声を出して「ありますあります小川町一丁目の川勝屋と言ったら大老舗の質屋です」それだそこへ行って渡辺が質に出した着物を調べてみると。 なぜ馬の尻尾で腹を切ったか詳しくわかるに違いないその夜庄兵衛とひょろ松が尼寺のその巣を突き止め踏み込んでみるとどこからか旗を折る竿の音と低い旗折り歌が聞こえてくる尼寺の床下が広い旗折り状になっていて牢造りになった暗い穴蔵で30人ばかりの青坊主の女が 馬の落ち毛のより糸を縦糸にし自らの髪の毛をすき込んでゴロを折らされていたこれらは皆長崎や市兵衛とその一味が近在の旗織女を誘拐してきたものだった渡辺敏右衛門の方には気の毒な話があったキョロ松が顎十郎に教えられた通り神田小川町の川勝屋へ行って敏右衛門が七入れした着物の襟を調べてみると そこからこまごまとしたためた本当の遺書が出てきた事情はこうだった「年右衛門がまだ上総のお馬囲い上でつまらぬの馬役をしている時長崎屋一兵衛に五十両という金を借りその方に妹のおさよを長崎屋や駒使いに使わした」「何をするのか知らないが馬のおちげを集めてくれ」というので言われたとおり月に三度ずつ長崎屋へ送っていたがそのあと 江戸へ出て何気なく探ってみたところ近在から誘拐した女たちに馬の落ち毛でゴロを折らせているということが分かったしかし何といっても一度は恩になった長崎やみすみす自分の妹までが青坊主にされて尼寺の下でゴロを折らされていることが分かってもどうすることもできない表立って素認することは心が許さぬので思い立って馬の尻尾を切って歩き江戸中に騒ぎを起こさせ おの手で千鳥ヶ淵の折り場を探し出させたいと願ったが分業所より先に長崎屋の一味にその魂胆を見抜かれ出るにも入るにも見張りがつきその上密訴でもしたら妹のおさよの命を奪ってしまうと脅迫され切羽詰まって命に代えて妹だけを助ける気になり手紙を襟に縫い込めて安全な川勝屋に七に入れ 謎ののをを残ししてて腹を切ってしまったのだっまたた。だ長崎屋は金助町で顎十郎たち三人のそぶりに気がつき隣で立ち聞きして露剣が近づいたことを悟り邸を出ると飛んで帰って一味を逃がし利右門への仕返しにおさよを殺して鎌倉菓子へ投げ込んだのだった。女どもの話で、 あの優雅な都鳥で自分たちの悲しい織場の所在を知らせようとした知恵のある娘は利右衛門の妹のおさよだったということが分かった」。